いきなり橋本がエナジーを出しています。ミスマッチが出来上がっているんですが、お構いなしという感じ。ゴール下で絡まるから、そしてここはニック・メイヨがスクリーナーで行きました。ここでスティール、金丸のスティール、3ポイントをリード。食らいつきに行きます北海道。バウンドパス、金丸、おこの体勢から打ってくる、これでも決める、これが金丸ですね。いい形が出来上がってるんですけどね、ラストパスまでは。そうですね、はい、ちょっとシュート嫌われてますね。スリーを打ってきた金丸、またダウンショットを決めてきました。今度はスリー、三河をこのまま18点に封じられるか北海道。ただしかし一方三河の方はもうポイント重ねていきたいというところで、エースが打つスリーポイント、さすがですね橋本龍馬。こういうチェックがもう三河時代も何度も見せていた人です。ここはミスマッチできている金丸がスリーを打ってくる、さあ来ました北海道のペースかなということは戦前も予想されたんですが、そういうのはいいディフェンスが出ています今日の北海道。金丸打たない、それはシェーファーにもタクス決めている、これで3ポイント差。柏木がバウンズパスで、さあガードナー、外から打ってきたのは金丸のスリー、シェーファーに指示を送っている柏木、もう次が来ると結構いい流れになる。そして金丸バックショット、ガードナーのホットラインでした、あっとちょっと目を切っていました。しかしそこを打っていました、逆にスリー、さすがですね。海をかなり持ってくるという時間帯になってきました。2ポイント差、同点逆転のチャンス。金丸がタフショットで打ってくる、決めた、同点、金丸浩介のプレー。